ジャンと降臨ドラゴンボールカプソル伝説の戦車士スーパーサイジン編、前回はアルシンチューで元気玉が来たから、今回のサーシンチューでは絶対にあれ ER3 ならサーシンチューか、サーシンチューでベジータ、このベジータがブロリーかゴジータゲットしちゃおうぜ。じゃあ早速開けます、行ったります、アムロ行きます、スポーリー頼む、サーシンチューの力を見せてくれ。パカリベジータ、どんだけどんだけベジータにそこに出してんの、おいブロリー、ベジータ、ゴジータ、どんだけ本気出してこねえんだよ、マジでか。あれだ、悟空とご飯がいるやつだね。でこれがボーナスパーツ、ご飯だ、ご飯、グレートサイヤマンの服装してるご飯か。いやマジでお前ふざけろよ、お前本気出してんだ、おいマジでか、どんだけ来ねえの。もう3回連続悟空じゃないか、悟空悟空悟空で、今回のはこれ親子カメハメハ、くそー3回連続悟空じゃないか、悟空悟空悟空ご飯、親子来ちゃった今回。いや本気出してんな、なんだのこいつら、ブロリー、ベジータ、ゴジータ、お前ら本気出しすぎだろ。いや毎回さ俺こういうの欲しいの来ないんだよね、ペローナもそうだったけど、くそー悔しい。いやでもさ、かぶんなかっただけで全然 OK だと思って、早速開けて見てみようか。いやクオリティ高いからさ、このシリーズめちゃめちゃ楽しみなんでね、毎回なんかもうさ、ありがとうだねこのシリーズ、ただただありがとう、存在してくれてありがとう。見てこのクオリティ、何これやばいっしょ、なんじゃこりゃ、親子カメハメハ、やべちょっと涙出てくるんだこれ、ほんとすごいわこれはね。いや嬉しい、これは親子カメハメハ、やっぱねちょっとね欲しいの来なくて一回下がるんだけれども、改めてねクオリティを見てみるとね、もうね大満足するね、このクオリティは。すげえ、見てこのペイントの綺麗さ、おー親子カメハメハ超すげえんだけど。じゃあちょっと並べようぜ、並べようぜ、置いたらこんな感じ、こうやって置けるんだね、おー美しすぎる、見事に悟空じゃないこれ、悟空悟空悟空、3回連続悟空。いやこれ運がいいんだか悪いんだかわかんないけど、うん全然いいわ、このクオリティだったら全然 OK、 欲しいの来なくても。いやでもねこのクオリティで欲しいの来た時俺死ぬかもしんないマジで。ベジータ、ブロリー、ゴジータ、いやーこのシリーズな、セルとか出してほしいな、完全体セル、ジャネンバー、マジでヒルデカン、いや超欲しいわ、投げてくる。いやでもブロリーいるからね、ブロリーはちょっと楽しみすぎてやばいな、心臓痛い、ブロリー早く並べたくない、ブロリー、いや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 、これは楽しみすぎるでしょ。やっぱりさ、それぞれのドラゴンボールに違うのが入ってんのかもね。だとしたら被らないからいいねこれ、うん被んないじゃんこれ、おーなかなかいいんじゃないかとか言って被ったりして、次次で被ったら爆笑でしょ。よっしゃ、ということでまた次回ね、次回こそはベジータ、ブロリー、ゴジータ、このどれかでお会いしましょう。いや頼むぜ、来てくれよもうそろ、次かぶったらどうしよう、マジちょっと落ちるわまあかぶってもねクオリティが高いから、うん保存しよう、保存用に取っておこう。早くベジータ、ブロリー来てくれ、あとゴジータ、これ待ちきれないんだけど、見てこのクオリティすごくない、親子カメハメハ最高っすわ。